へえ。てか最近冷たい。もう私に冷めちゃった。そういうわけではないけど、なんだかな。なんだかなって何？不満ある感じ。不満はあるかな。付き合ってからなんか、うーんって感じ。だからそれ何？はっきり言ってよ。もっと頑張ってほしい。何を？女に泣きを。ひど、これでも頑張ってます。頑張ってるのは俺もわかってる。だけどもっと頑張ってほしいの。俺の理想になってほしい。何理想って？俺の理想の女。まだまだ、レイは俺の理想じゃないから、近づいてほしい。私は理想の女じゃないんだ。だから何？その理想の女って、私にどうなってほしいの？こうなれない？こう？こんな感じ。はい、波になれって。何言ってるの？あ、ふざけて言ってるだけ？それとも寄ってる？本気で言ってる。無理だね。そもそも二次元だしね。頑張って近づいて。本当に何言ってるのかわからない。無理やり変なこと言って別れようとしてる。男の夢だから、こんな女の子と付き合うのが。それ、女の子からしてもそうだよ。逆に二次元のイケメン男子になれるの？俺はなれないから頑張って。フィギュアはたくさん家にあるから来た時参考にして貸してあげることはできないけど。何を参考にするの？整形しろって。それもあり。あ、それいいな。整形しようか。本気で？彼氏として何言ってるかわかってる。わかってるよ。もう誰が整形しててもおかしくない風潮になってるから大丈夫だよ。周り気にしなくても。気にするとこ、そこじゃないわ。彼氏が彼女に整形しろって言ってることに対して何言ってるのか分かってるのって聞いてるの。ありえなくない。そんなダメなこと？整形すれば自分が好きな人の好みの顔になれるんだよ。幸せじゃね。俺も幸せ、そっちも幸せ、ウィンウィンの関係。じゃあ私の好みの顔にするためにそっちも整形してよ。そこまでの覚悟があるならしていいよ。違う違う。俺の幸せはレイの幸せでしょ。俺が幸せになればレイも幸せになるから、俺が整形する必要はない。オケ。何がオケなの？不平等は極まりないね。つまりは言うのために、私は何でも言うことを聞けってことじゃん。本当にこの話なに？別れたい。馬鹿げたことをずっと話してるけど。別れたいじゃなくて頑張ってほしい。俺のために、二人のために。自分のためにじゃん。なんかショック。ずっとそんなこと考えてたんだ、この半年。そんなことを思われながら私はユウの隣にいたんだ。もう泣きそう。二人が幸せになる方法を考えてただけだよ。正直に、ユウかなり変な人だよ。彼女に整形しろって、最低だからね。でも好きなんだろ、俺のこと。俺のために何でもするのが好きなんだろ。俺のために頑張るレイが好きだよ。さすがにここまでひどいこと言われたら、もう好きになれない。連絡先消すね。たく、冗談だって。本気にするなよ。今のレイを俺は愛してるよ。